捕虜ですか？どうしてここに？勇作殿、旅順に来てから誰か一人でもロシア兵を殺しましたか？確かに騎士は小銃すら持たず、前線に突撃して味方を鼓舞する役割です。ただ他の騎士は刀を抜いて戦っているのに、勇作殿はなぜそうしないのか？それは天皇陛下より遵守された軍旗の使者が第一と。騎手であることを言い訳に手を汚したくないのですか？そんな、違います。ではこの男を殺してください。兄様、捕虜ですよ。自分は清いままこの戦争をやり過ごすおつもりか？勇作殿が殺すのを見てみたい。できません！父上からの言いつけなのです。お前だけは殺すなと。軍旗は周りの兵士にとって神聖なものであるから、騎士は剣を担ぐために童貞であり、なおかつこれは軍のしきたりでも何でもなく、あくまで父親の解釈ですが、敵を殺さないことでお前は偶像となり勇気を与えるのだと。なぜなら誰もが人を殺すことで罪悪感が生じるからだと。罪悪感？殺した相手に対する罪悪感ですか？そんなものみんなありませんよ。そう振る舞っているだけでは？みんな俺と同じはずだ。兄様は決してそんな人じゃない。きっとわかる日が来ます。人を殺して罪悪感をみじんも感じない人間がこの世にいていいはずがないのです。